平野紫耀退場後も輝き続けるパブリーズ CM でファン歓喜も契約更新は未定。5月22日、キング・アンドプスの5人組がグループ活動を終え、平野紫耀とジングージ・ユータがジャニーズ事務所を退場。その翌朝、ファンの間で驚きと歓喜が広がりました。しかし、注目を集める中、 放送されたパブリンズの CM に登場した平野に対する期待と不安が入り混じります。退場の翌朝、パブリーズ CM に登場した平野仕様に歓喜の声。5月23日の朝、平野仕様が出演するパブリンズの CM が放送され、ネット上には驚きと歓喜の声が広がりました。これにより一部のファンは ジャニーズ事務所を退除したからもうテレビで見られないだろうと思っていた平野の姿に再び出会え、ファンコミュニティでは大いに盛り上がりました。平野が出演してるファブリーズの CM まだやってる。仕様のことテレビでもう見られないと思ってたら朝からファブリーズでシュッシュしているところ見られた。 といったコメントがツイッターやインスタグラムに多数投稿され平野の退場後もファンたちにとっては嬉しいサプライズとなりました。CM 放送に対する誤解と契約更新の噂。一方で一部のファンはジャニーズを辞めたら CM に出られなくなるのではという誤解をしていたようです。 実際には、パブリーズの CM8 月13日まで、ボシュロムは5月31日までがオンエアの期限でした。これにより、ジャニーズ事務所を退場した平野が CM に出演することは、あくまで契約期間内におけるものであり、これが一般的な流れであることを理解している人も多いようです。一方で、ネット上では、両者は契約を更新したのでは との噂も飛び交っています。しかし、これについては審議のほどが不明であり、女性指揮者も定かではありませんからね、とコメントしています。平野のファンたちは、これからの動向に期待と不安を抱えつつ、パブリーズ CM がいつまで続くのか注視しているようです。退場後の3人、動向はいまだに不透明。 キング・アンドプスの5人組がグループ活動を終え、平野紫耀、神宮寺勇太、岸ゆ太の3人がジャニーズ事務所を退所しました。しかし、具体的な動向や今後の予定についてはまだ情報が出ていません。岸ゆ太は8月25日に主演映画 G メンのプロモーションが控えており、グループ脱退後も事務所に残る予定ですが、それ以外の詳細は不透明です。 ファンたちは今は生還するしかないとの声を上げており、3人の今後の活動に対する期待が高まっています。ジャニーズ事務所を退所したことで新たなフィールドでの活動や個々の進化が期待されていますが、一方でグループとしての活動が終わったことへの寂しさも感じられます。平野仕様、パブリーズ CM で新たな一歩を踏み出す。 平野市洋がジャニーズ事務所を退所した後も、ファンたちにとっては新たな驚きが待っていました。パブリーズの CM に出演し、その姿をテレビで見ることができたことで、彼の今後の活動に対する期待が一層高まっています。一方で、CM の放送期間が限られていることから、これが一時的なものである可能性も考えられます。 平野紫耀、神宮寺勇太、うじ太の3人が退場後の具体的な動向は未だに明らかにされていませんが、ファンたちは彼らの新たなステージに期待と興奮を抱いています。彼らのこれからの活動に注目が集まり、それぞれが新たな道を切り開く姿に期待が膨らんでいます。